皆の者、準備はいいか。2023シーズンの開幕場。皆さん、バロンジーどうも、ショウスケでーす。さあ、皆さん、今シーズンもやってまいりました。2023シーズン、FC 東京ゲームプレビューということで、今シーズンも試合の前日に必ずアップできるように頑張ってまいりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに、スタジオはこの通り、まだ未完成でございます。なぜかって、ちょっとね、いろいろとお話をしたいんですけど、まずここにあったね、スパイク、フィフティなんですけど、今シーズン、まあ、またサッカーやるときに、雨の日とか、ゴールキーパーのときに履きたいなと思いまして、復活させます。はい。なので、ここに飾るスパイク、今、先行中でございますんで、はい。ぜひね、楽しみにお待ちいただければなというふうに思います。そして、いよいよ、2023シーズン開幕でございますんでね、まあ、こちらね、やっていきたいなと思います。さあ、今シーズンの開幕戦の相手はこのチームだ。さあ、それでは2023シーズンの開幕戦のカードはこちら。2023年、2月18日土曜日14時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第1節、浦和レッズ戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。なお、この日はいろいろとイベントの方ありまして、まあこちらの方は一番最後に、お話しさせていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。で、これまで浦和レッズの通算対戦戦績なんですけども、それがこちら。16勝15分け29敗と、もう、あまりのひどすぎに、俺も噛むよね。うん。だって、29敗だもん。15分けだもん。戦ったの16勝だけだもん。なんでやねん、本当に。うん、ただ、まあ、昨シーズン、2試合とも振り返っていきますと、昨シーズン、2試合とも、東京は浦和から点が取れてません。はい。っていうのも、まあ、本当、昨シーズンの浦和さんは本当なんだろう。まあ、これ後でお話しましょうか。で、これまでの通算得点なんですけど、こちらと。FC 東京が63得点、浦和レッズ89得点ということで、もう浦和 FC 東京から、100得点まであと11ゴールと。はい。まあ、あとこの2、3年で多分取られるんじゃねえのかなって俺は思うよ。だって浦和の攻撃陣マジ強えもん。うん。俺悪いこと言わないよ。俺浦和選手は好きだもん。うん。特に、シュウちゃん、元気ですか？うん。俺、敵でも、シュウちゃんは好きだぜ。うん。さあ、てなわけで、ま、いつもだと、この後、FC 東京の予想スタメンに毎年移ってたんですけど、今年は、予想スタメンやりません。はい。逆に、こう、もうちょっと予想スタメンの時間も含めて、もうちょっとこう、両チームに関してお話ができればなと。まあ、ここがポイントだよとか、ポイントの中で、この選手に注目した方が面白いかもっていうところをお話ししていきたいなと思います。さあ、ということで、まあ、今年からね、まあ、予想スタメンがなくなって、まあ、動画の、多分、尺的にも短くなると思うんですけど、まあ、ちゃんとね、両チームの話をできればいいのかなと思って、はい。で、もちろん昨シーズンともに、両チームまとめてお話をしていきたいなと思います。はい。東京も浦和レッズも、まあ、今後の試合どこがポイントなのかって話をすると、まず両チームともに言えるのは、まず、大きく選手変わってます。はい。まあ、FC 東京前線に関しては変わってないんですけど、まあ、中盤、まあ、特に多分、浦和も東京も、中盤に出てくる選手の、メンバー、結構ガラッと変わってくると思うんですよ。はい。で、まあ、浦和に関しては、まず、ユンカー選手が名古屋グランパスに移籍、ということで。まあ、ただ、その分、興梠選手が、札幌から帰ってきたんで、まあ、そこに関してはそこまで大きなマイナスじゃないのかなと僕思ってます。なぜかっていうと、確かに、ユンカー選手は、ボックス外でも勝負ができたんですよ。そう。ミドルも打てる。
こう抜け出しもできる。ただ、俺の中で、浦和のイメージっていう感じじゃなかった。正直言うと申し訳ないんだけど。そう、浦和のファン、サポーターさんには申し訳ないんだけど、確かにユンカはゴール、出てる時はゴール決めてたけど、そこまで浦和っていう、ね、イメージが、多分他のチームのファン、サポーターからもそこまでなかったんじゃないのかな。多分、他のチームに行っても、その色に馴染めるような、まあ、どこでもできるような選手だと思うんですよ。ユンカって。けど、札幌から今シーズン復帰してきた興梠慎三に関しては、まあ、慎三君に関しては、やっぱり浦和の男だなっていうのが僕の中での大事なんですよ。やっぱり、その、ボックス内でも勝負ができる、いや、どこでも点が取れるっていうのは、やっぱり、慎三君のすごいところでもあり、いいところでもあるんですよ。うん。なので、まあ、そういうところでやっぱりその、ペナルティエリアの中で勝負ができる。うん。そう、まあ、慎三君が帰ってきたのは、ある意味、怖いのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、浦和レッズといえば監督がね、今シーズンからの、スコルチャ監督に変わりました。で、なんつったんだろう、まあ、ヨーロッパではそこそこ結果を残してきた監督なので、J リーグでも成功する可能性は十分高いです。はい。ヨーロッパって、それぞれの国のリーグで、主体としてる、スタイルが違うんですよ。そう。なので、多分このスコルチャ監督の、元々のその、やっていたサッカーっていうのが、浦和に浸透してくると、多分、また、すごい強い頃の浦和が戻ってくるんじゃないのかなと、僕は今からすごくドキドキしてます。はい。うん。で、もちろん、江坂の移籍とか、もう大きかったかなと思うんだけど、そこもね、俺特に大きくと思ってないんですよ。なぜかというと、やっぱり、吉尾がいるから、そう、小泉の存在って、やっぱり、でかいなと思うんですよ。そう。で、まあ、俺結構、浦和の選手、目つけてる選手も、結構、いるんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、吉尾はまずね、誰が何と言うとも上手い。うん。小泉は、純粋に上手いと思うんですよ。で、で、サッカー選手で、本当はこれね、子供たちも多分この動画見てると思うんで、あんまり言っちゃいけないんだけど、ずる賢いことが上手い。うん。これ悪い意味でのずる賢さじゃなくて、いい意味でのずる賢さ。そう、チームを、勝利のためのずる賢さって必要なのよ。まあ、これ多分聞いてる浦和のファンサポーター、もちろん東京のファンサポーターも、お前何言ってんのってなると思うんだけど、勝つためにはずるさも必要なの。そう、どういうことかっていうと、例えば、相手と競り合います。多分サッカーやってる人ならわかると思うんだけど、相手と競り合います。当たったふりして倒れる。もちろんこれ VAR とかつけられたら、もしかしたらシミュレーションになる可能性もあるんだけども、そこをうまく隠して倒れる。相手に引っ掛けられた、引っ張られましたとか、そう、足掛けられたとか、そういう部分での、倒れ方がうまい、うん、選手でもあります。で、あとやっぱりまあ、俺ん中で、この浦和で期待したいのは、まあ、もちろん吉尾もそうなんだけど、で、やっぱりなんだろう、他にも移籍した選手はいるんだけども、まあ、松尾の移籍が一番大きかったっていうのは結構ツイッターで見たんだけど、けどね、まあ、ショルツもいるし、モーベルグもいるし、そこは問題ねえかな。リンセン、シャルクもいるからね。ただ、俺はやっぱり、この浦和といったら俺は関根の復活も楽しみだし、まあ、秋元くんがね、うん、また活躍してくれるのは僕楽しみにしてます。はい、結構俺秋元好きだからね。で、まあ、FC 東京と言う、すると、まあ、アルベル体制2年目。うん、まあ、ホームランに後になっちゃって申し訳なかったんだけど。アルベル体制2年目で、どこまで、東京として、さらにこのキャンプの期間、チーム作りができたのかっていうのはすごく注目する部分でもありますし、で、何よりも、まあ、確かに移籍で出ていった選手大きかった。確かに、タマもいなくなったし、タマも完全移籍でいなくなった。洋次郎様もいなくなった。で、マナト、ソーリー、ね、ゴー、ケータ、リオ、小次郎はね、レンタル移籍だし、何よりもやっぱり一番でかいのは、まあ、コンちゃんがいなくなったことが一番でけえんじゃねえのかなと俺は思うんだけど、まあ、その分の補強はちゃんとしてる。うん、まあ、昨シーズン、特別指定で来てた、西堂と、
翼と新井はそのまま十分だし、そう、あの俵積みだ、俵積みだくん、熊田、ドイジュニア、レンタは、これも、全然トップでもいける、通用するレベルの選手ですし、で、もう優勝チームのマリノスから、テレが来たでしょ？で、トスから小泉が来て、で、左サイドは、ファジアーノから徳本、取ってきて、で、ブランドン帰ってきて、で、シャペコエンセからペロッチが来て、で、レオンが帰ってきたと。まあ、インアウトの、比重からすると、ぶっちゃけ戦力的には、まあ、問題ないかなと思います。で、中盤の層が厚くなったんで、まあ、K が出てもいい。まあ、多分これは、松木が今年の夏に移籍するのを、考えての、この中盤の層の浅だと思うんですよ。ええー。で、タワラツミダもミッドフィルダー登録になってますけど、多分アダイウトンとか、まあ多分今年1年目なんで、そこまで、トップのリーグに絡んでくるかどうかわかんないんですけど、ぶっちゃけまあ多分左ウィングだと、多分リョーマ、アダイウトン、この2人の選択肢になるんです。で、右だと、テール、レアンドロになると思うんですよ。で、ワントップが多分ペロッチ、ディエゴとかになるのかな？うん。なので、まあ、そこのところがどうなるのかなって感じもあります。ただ、今シーズンの東京の本当の強さって、中盤なんで、まあ、中盤でどこまで潰し合いをして、勝負を、早々に決着つけることができるのかな。で、抑えの切り札で、まあ、青木だったり、まあ、敬語だったり出てくるのかなって感じになると思うんで、まあちょっと今シーズンいろいろとね、まあ楽しみに見ていければいいのかなと思ったりもしてます。ただ本当開幕戦から、本当選手、素晴らしい選手の揃ってる東京と浦和が見れるっていうのは、テレビでもやるんですけど、もしテレ、現地行けない方は、もしぜひテレビでご覧いただきたいんですけども、この試合を、この豪華メンバーの試合を見れるなんて、マジで、幸せもんっすよ。はい。さあ、それでは、今節のおさらいがこちら。2月18日土曜日、14日キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第1節。浦和レッズ戦は、我らがホーム、味の素スタジアムで行われます。なお、この日なんですけども、この日なんですけども、いろいろとイベントの方ございまして、まずは、東京ガスデーの方開催いたします。まず一つ目でというものですけども、この日、ベースボールシャツの方、プレゼントさせていただきますね。プレゼントの方ございますね。ぜひ皆さんね、ベースボールシャツ、着ちゃってください。なんなら、それ着て、侍ジャパン、応援しちゃってください。そして、この日なんですけども、開幕特別演出ということで、バルーンリリースの方行います。で、多分、ゴール裏の方でもなんかやるんじゃねえのかな、と思うんですけど、今のところすいません。ないんで、まあ、当日のお楽しみでお願いします。で、あと、ハーフタイムには、美和さん、ね、素敵なね、シンカーさん、美和さんによる特別パフォーマンスも行われます。本当はキックオフ20分前だったんですけど、ね、まあ、これ20分前にいつもするっていうのもいろいろわけがあるわけですよ。ハーフタイムはハーフタイムの過ごし方があるわけですよ。そう。ごめんね。俺文句言っちゃうかもしんないんだけど。ね？じゃあ、あなたたちハーフタイムに見舞いやってトイレ行けるんですね。タバコ吸えるんですね。さよなら試合始まりますよ。うん、俺知らねえけど。うん、で、皆さんのスペシャルライブがありますと。で、もう曲目も決まってるんですって。光、あと、スパークルっていうのかな？この2曲行うそうです。はい。で、ほんとね、美和さん、ほんと素敵な歌をね、歌ってくださるんで、僕もちょっと今から楽しみにしてワクワクしてます。もう、正直ワクワク！もう初めて美和見るから。うん。ゲロー大丈夫。去年見たリトグリの、
あれは良かった、いや素晴らしかった、はい、であと当日、FC 東京オフィシャルスイーツショップが登場します。はい、こちらなんですけども、青岡パークにクラブオリジナルのコンセプトキッチンカーの第2弾として FC 東京オフィシャルスイーツショップの出店が決定しました。青岡パークの新たな魅力としてクラブオリジナルのスイーツメニューを販売いたします。2023シーズン開幕となる2月18日から、常時出店予定となっておりまして、時期に合わせた期間限定のスイーツメニューの販売も予定しております。開幕では東京ドロンパのベビーカステラと東京ケトルコーンの2種類を販売するそうなんで、もし、ね、詳しくは FC 東京のオフィシャルの方をご覧いただければなと思います。はい。他にもね、いろいろこの日イベントありますので、ぜひ皆さんね、オフィシャルの方見ていただいて、はい。確認していただければいいな、というふうに思います。で、また、これと別に、蘇州に入会された方々、まあもちろん僕も今シーズンも蘇州なんですけれども、まだ、ご自宅に蘇州チケットが届いてないよって方いらっしゃると思います。はい。その方に関しましては、こちらのオフィシャルの方にも年間チケットの試合会場でのお渡しについてという、リリース出てますんで、そちらの方確認していただければいいなと思います。一応、翔助の方でもお話はしますけども、今シーズンの年間チケットを12月23日、金曜日以降にご入金いただいた皆様は、年間チケット一式を FC 東京のホームゲーム会場でのお渡しとなります。で、試合会場にてのお受け取りの皆様は以下の詳細を、ご確認ください。また、会場でお受け取りの皆様の中でもご入金のタイミングによって2月18日浦和戦の入場方法が異なりますので合わせてご確認いただければいいなと思います。こちらFC 東京さんから、FC 東京から、メールの方で来てると思いますんで、ご登録のメールアドレスの方で、メールのご確認をお願いいたします。なお、浦和レッズ戦での、この、蘇州カード、年間チケット1期のお渡し場所についてはメイン4ゲート付近場外になりますね。メイン4ゲート付近でのお渡しとなりますのでよろしくお願いいたします。まあ、場所としてはまあちょっと南ゲートに近い遊路と逆側に、はい、テントの方あると思いますんでそちらの方でお受け取りの方お願いいたします。でなお、この浦和線の、入場方法なんですけども、まあ、一応13日までにご入金、1月13日まで入金していただいた方は、訴訟カードでの入場が可能です。で、1月14日以降にご入会された、継続した人、新規の人は、年間チケット一式に同封してある、紙チケットにてのご入場になりますので、そちらの方、お忘れなくお願いいたします。はい。で、訴訟カード及び、座席シールに関しましては、3月上旬に郵送にてお届けするそうなので、お待ちになっていただければいいなというふうに思います。というわけで、まあ結構今回も FC 東京ね、FC 東京満載でお送りしてきましたけども、もう開幕ですからね、もうしかも浦和ですから相手は。はい。まあといってここでね、熱くなる必要もないんで、それは俺らもそうだし、浦和さんもそうですけど、今から熱くなる必要もないんで、はい、気を楽にしてね、応援していければいいなと思います。で、私、翔助のスポーツ情報なんですけども、私、翔助は、当日朝の8時頃からも飛べた県にいます。はい。なので、もしお見かけした際、お声かけいただければ、はい、全然、握手でも、写真でも、まあ、名刺の方も持っていきますんで、名刺も受け取ってやってください。はい。ほんともう、ね、今シーズンも、楽しく行きましょう。で、もちろん FC 東京のファンサポーターだけではなくね、浦和レッズのファンサポーターの皆さんにもね、ぜひ覚えていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。本当にね、まあ、こんな男ですけども、こんな体型して、こんな顔して、ブサイクな顔してね、ブサイクな声して、ね、本当お前サッカーできんのかっていうやつもある人もいると思うんですけど、サッカー好きなんで、本当まだ俺サッカーに恩返しも何もできてないんで、本当恩返しさせてください。よろしくお願いします。で、最後になんですけど、
ちょっと翔介に関するお知らせですね、最後に。はい。今、翔介ゲームス、ちょっとまだ名前変えてないんですけど、すいません。今年度いっぱい、今年いっぱい、翔介チャンネル、翔介ゲームスの方は、一切更新なしにさせていただきます。代わりに、翔介 TV、セカちゃんの方で、ゲーム配信の方は行っていきます。はい。なので、まあ、とりあえず、そこだけ、ご了承いただければなと思います。はい。なんで、まあ、もちろん、これまで通り、週休系は週休系でサッカーの動画をメインに上げていきます。で、これまで週休系の方でゲーム配信してきましたけども、全部、翔介 TV の方で行いますんで、よろしくお願いいたします。はい。ご理解のほどお願いいたします。てなわけで、最後に私、翔介、この人にね、SNS を出てると思います。全部僕のチャンネルの概要欄にリンク貼ってありますんで、ぜひ皆さんね、フォローの方、よろしくお願いいたします。で、すいません。ちょっと昨シーズンベストゴール集なんですけど、ちょっとうまく YouTube のラップができないんで、今回すべて全部 TikTok の方に上げていきます。はい。TikTok の方で毎日更新していきたいなと思ってますんで、ぜひ更新の方楽しみにお待ちいただければなと思いますんで、よろしくお願いします。そして最後に、翔介さん、注意する人物違うよ。お前、長友好きだろ？好きだよ。なんなら一個上だから愛してますよ。で、まあ、酒井宏樹も好きだろ？まあ、ゴリラですからね。宏樹と優斗はゴリラですからね。ゴリ友ですからね。まあ、酒井宏樹をなんで語らんねやと思った方、高評価。そして、チャンネル登録とコメントもお待ちしておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。それではね、結構今回尺長くなっちゃったと思うんだけど、ね、ごめんね。てなわけで、さあ、それでは皆さん、明日、開幕戦、アジサでお会いしましょう。それでは今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。翔介でした。あてまーす。